皆さんこんにちは、船橋工業チャンネルです。今回は、モジュール型といわれる多機能の車椅子を、3台も購入してもらいましたので、その機能を紹介していきたいと思います。一般的な機能がついている車椅子といえば、まず肘掛けがこう跳ね上がる、あと足台ですね、ドレストがこう開閉開いたりっていうのが一般的なんですけど、今回はこの機能に加えてさらにですね3つ追加されてますので、まず1つ目を紹介したいと思います。お願いします。背もたれなんですけれども、普通はこのように調整はできないんですけれども、この車椅子はベルトで調整できるようになっております。これを調整することで背中が丸まっている利用者さんが楽に座ることができます。はい、はい、普段はあれですよね、クッションとかで調整してるんですけど、はい、それを入れなくても、はい、ここにクッションを置いていることが多いんですけれども、クッション性もあるし、はい、そのクッションのこのたわみみたいのを作る、そうですね、しっかり貼ったり、背中丸まってる方に合わせてたわましたりっていうのができるということですね。はい、はい、続きまして次の機能は何でしょうか。はい、機能はですね、この座面の高さが、調整できる機能になっています。通常はあまりこう変えられるものは少ないんですけれども、こちらの車椅子はですね、3段階ですね、高さが調整できるようになっています。これによって、体格が小柄な方でも、足をつけて座ることもできますし、それによって足で漕いで車椅子を自走することもできるようになります。今まではクッションを薄くしたりとか、あと足台を置いたりとか、はい、いろいろ工夫してましたけど、その高さ調整でいろいろできるっていうことになるんですね。じゃあ最後の機能の紹介になります。お願いします。最後の機能はこのアームレストの高さが4段階で変えられるようになっています。高さが今まで変えられなかったものが多くて、そうですよね、小柄な方だったりすると、高すぎちゃったり、大柄な男性だったりするとちょっと低かったりして、タオルやクッションで調整したんですけど、今後はそれが必要なくなるっていうのになりました。肘掛けに何か巻きつけたりするのが結構大変で、セラピスト泣かせだったと思うんですけどね。そうですね。それをしなくていいということで、はい、はい、ありがとうございました。はい、それではですね、先ほど説明してもらった機能をですね、うまくこう活用しながら利用者さんの状態に合わせてこううまく選んでいきたいと思います。で、いい車椅子をですね、今回買っていただいたので、大事に丁寧に使って長く使えるようにしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。